1号艇渡辺英二選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今節6勝を挙げての優勝戦1号艇となりましたけれども、現状での船足いかがでしょうか。はい、伸びも出足もバランス取れて中堅上位ぐらいですかね。準優勝戦原田選手がまくってきましたが、その後の動きとしてはしっかりとしていましたか。そうですね、少し見ながら合わせて回るような感じだったんで、はい、ターン周りは余裕があると思います。もうではエンジン的にはもう十分の仕上がりと言っていいでしょうか。上はまだいるんですけど、はい、一応十分戦える足にはなっていると思います。では明日の調整作業としましては、もう回転を合わせるくらいの、はい、大きく気温が変わらない限りこのままいくと思います。はい、そしてスタート準優勝戦はコンマ25だったんですが、はい、ちょっと風が向かい風にもなっていましたけれども。そうですか、確認不足でしたね、はい、ちょっと、はい、今節通してのスタートというのはいかがでしょうか。自分なりには感通りいけてると思います。はい、4回の陰線すべて勝利を挙げています。陰線というところに関しては自信はありますか。はい、今節は自信があります。はい、それでは最後に優勝戦向けてファンの方に一言お願いします。はい、明日はインからスタート決めて優勝できるように頑張ります。